日ごとの糧。2023年5月27日。主は岩、その御業は完全で、その道はことごとく正しい。真実の神へ偽りなく、正しくてまっすぐな方。申命記32章4節。神の掟を守る人は、神のうちにいつもとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。神が私たちのうちにとどまってくださることは、神が与えてくださった霊によってわかります。ヨハネの手紙第1、3章24節。岩という言葉には、不動とか不変とか盤石とか、確実とか、絶対的とか、そんな雰囲気がありますね。そのくらい確実な神様が、私のうちにとどまって、あるいは、とどまり続けてくださっているということは、なんか心強いですよね。幸いなことだなと思います。私たちが神様を信じるという場合、私たちが神様の手を握り、頑張って神様についていくというようなイメージが、なんか育ちやすいんですけれども、実は神を信じるという背景にあるのは、神様が私たちを抱きしめ、あるいは手を握りしめ、神様が私たちを包み込んで歩ませてくださるということを信頼すること。神様の方で私を抱きしめ、私の手を握り、私を包み込んで導いて歩ませてくださる。それを信頼すること。それがおそらく聖書の求めている信仰姿勢、信頼の内容なのだと思います。その確証を示すために神様は聖霊を私たちに与えてくださいました。それはちょうど神様が私たちの心に神様の実印を押してくださっているような感じでしょうかね。まあ嬉しい、ありがたいことだなと思います。神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。神が私たちのうちにとどまってくださることは、神が与えてくださった霊によってわかります。安心して大丈夫なんですよね。嬉しいことです。どうぞお元気で。